夜のルアンナムタ南のバスターミナル、バスはもう終わっています。すぐ横にどこでもあるような屋台が並べます。この辺でビールと焼き鳥を食べて晩ご飯にしたいと思います。とりあえず桃を1本選んで炙って温めてもらいます。この店にはビールは置いてないので隣のお店から買ってきました。とりあえずこれで2店舗に貢献したということで、奥が住居になっているようですね。なかなか厳しい生活だと思います。はい、次のつまみはタケノコを頼みました。多分ゆでか蒸しタケノコだと思います。皮をむいてそのままこの辛い高菜、辛し高菜みたいなをあてにつけて食べます。あとこれさっき頼んだうずら、まあまずくはないんですけど骨が多いんですよね。でやっぱりうずらも ももが美味しいんですけど、もも肉なんてほんの一口しかないんで、うん、まあでも鶏だけだと飽きちゃうんで。もつを頼んでみました。塩、いわゆる白もつと、これはふわでしょうか、あんまり美味しそうではないんですけど、まあどこの店にもあるラオスの定番なんで一度は食べておかないとと思いまして、一皿140〜150円って感じです。では一応食べます。味がないですね、残念ながら。うまいとは言えないです。これレバーじゃなくて、レバーではなくてふわかはつか、これも正直いまいちですけど、まあいいです。ビールで流し込みます。ビール3本目です。はい、一応今日の宴は終わりです。まだ10時前ですけど寝ます。帰って、
夕方には見なかったお店になんかネオンがついてますので、ちょっと覗きに行ってみます。トイレはこんな感じです。後ろがルアンナムター南のバスターミナルです。ちょうどその反対側に先ほどの、パブというか置き屋というかそういうとこがあります。とりあえず、ファイサイの方へ戻って見ていきたいと思います。さっき見て来ようと思ったところなんですけど、あっちの方向ですね。全然違いました。道が違いますね。さーてどうしましょうか。あそこにもちょっとキラキラしてるところがあるんで、とりあえず行ってみたいと思います。入るかどうかは分かりません。さてどういった店でしょうか。とりあえず近くまで来ましたけど、中の様子はまだ見てません。残念ですが、ここはちょっと諦めた方が良さそうですね。さっき気がつかなかった、なんかネオンがあるんでチラチラしてます。気になるんで一応行ってみます。手が震えているので多分ピントがずれてると思いますが、あしからず。残念ながら普通のお店でした。女子の横には座りましたが特に会話もなく
すごすごと引き上げます。いやー、この辺はもう真っ暗です。トラックが通るだけですね。バスはもう通りません。大型コンテナを積んだトラックがビュンビュン飛ばしていきます。